はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、靴田良二でございます。日比爺様、高子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日は4月29日祝昭和節、ということで、明治節であるとか紀元節であるとか、敗戦してなかったら昭和節ってなってたとこだなという感じであります。4月28日昨日、世田谷支部政治活動祖師ヶ谷大蔵駅、をやってまいりました。世田谷支部長長谷川誠とともにですねやってまいりました。公明党と学会と共産党クソミスをこぎ下ろして凱旋したんで、ちょっとね通りすがりの信者に殴られるんじゃないかなんていう演説してる最中、思っておりました。まあ殴られたら殴られたでいい絵撮れるななんていうずるいことも考えながらね、学会信者はともかく共産信者は血の気多いですからね、暴力的ですからね。大宴会一揆の77歳男性、終戦の年生まれの方でしょうか。外国人が増えていて嫌だ、このままだと日本がダメになるっておっしゃっておられました。まあ通りすがりのね、団塊世代がほぼ左翼ってことも全然ないですよね。気がついてる人は気がついております。まあテレビばっかしか見てないで騙される人も数多くて、左翼率は反自民率は高いですけどね。というわけで東京地区支部長大募集であります。動画の説明欄もしくは私のツイッターから、応募してください。よろしくお願いいたします。5月4日 NHK スクランブルデモを開催いたします。でも左翼ってさ、革命目指している左翼ってさ、反体制なわけでしょ。大きな権力が嫌いなわけでしょ。日本政府が嫌いなわけでしょ。じゃあなんで NHK も倒そうとしないのかね。左翼の皆さんだって、きちんと決まり守ってもらえれば、こちらの指示従ってもらえればですね、 NHK スクランブルデモに参加してもいいのに、そんな気配全くない。反体制なのになぜ。 NHK こそ体制の権限みてえなどこでしょうよ。そこを倒したくないのはなぜということで、どっちもですね、外国のスパイっていうくくりで仲間だから、NHK をぶっ壊そうとは思わねえのかななんて思ったりしてね。4月24日、代々木原宿付近でですね、レインボープライド2022っていうですね、 LGBT の祭典っていうのかな、デモやら集会やらが開催されたそうであります。代々木ピンときちゃいますね。共産党本部から出発したのかな。まあこんなね、にぎにぎしく金かかってますよ。情報提供ありました。川崎市でよく見る芝木隊の連中、この真ん中に映ってる黒マスクね、こいつね、ニコニコしてんですよ、いつも。ちょっとあんこ足んねえのかな、ちょっと思って、いつもね、デモやら集会凱旋やらを妨害してる最中でもですね、ニコニコしてんの、満面の笑みで、ちょっと憎めないやつなんですけど、生きてたな。福島みずほの元秘書で現立憲参議の石川大我元豊島区議であります。この人使ってた議員控え室、私使っております。一番狭い部屋なんですけど、ぼっち部屋ね。歌舞伎町で酔っ払って警官に対して俺は国会議員だぞ参ったかみたいなことを生きっちゃった人ですね。権力持てば持つほど腰低くなるのが普通なんですけれども、酒飲むとね、その人の本性あれ割れますもんね。社民とも立憲とも関わりが深い石川さんと、社民党参院選候補が本人ですなんてたすきかけて参加しておったので、このレインボープライドの祭典が
どこがバックかは丸分かりですね。まあ通貨隠してないですけど、まあね、あの北朝鮮風味がプンプンしてくるな。あとあの共産党ね、集会で共産党の志位和夫も挨拶していたんで、まあ立憲共産社民連合、つまり論外野党総掛かり運動のようですね。中でもあの北朝鮮風味が、芝木隊も出動してからね、北朝鮮風味が強いと。志位和夫、同性婚を可能にする民法改正を実現し、LGBT 平等法を作りましょうと挨拶したそうであります。ネットの反応です。日本人は LGBT の方々に差別などしておりません。代表選も選挙区選もやらない不公平、不平等のドンが何言ってんの。差別がないのに差別差別と声高に叫ぶから嫌われる。ああ、これあの童話なんかも、同じ構図ですね。別になんちゅうことねえのに差別はやめろっつって、やられてもね差別を声高に言い立てて役所から金をもらうっていう、飯の種、しょか政治詐欺集団、火のないところに煙を立てて騒ぐマッチポンプ。そうだよね、あの差別があったらマツコデラックスなんかテレビで出らんねえもんね。この会場の何割ぐらいがバイトなの？LGBTQ って表現するのも差別的と。まあ、あの、試験なんですけど、まともな有権者や若者に相手されないから 5% 存在するって言われてるんですね。LGBTQ。Q がわかんねえ。Q って何の略ですか？わかんねえ。レズゲイ、バイ、トランスセクシャル、Q ってなんだろう。ちょっと不勉強でわかりませんでした。を取りに来た左翼連合って構図ですかね。LGBTQ の人らもまともな有権者だって分かってないとこが痛いですね。こいつらあれだからどうせやんって、優遇してやりゃ味方ずれすりゃ騙されて俺らに投票すっぺって考えがですね、一番差別的なんだよなって思っております。志位和夫は代表選も選挙区選挙もやらない、不平等のドン、まさにそれですね。あいつこそ平等でない不平等のゴンゲミデーなやつでしょうよ。比例1位で、全然選挙活動やってても当選しちゃってさ、毎回毎回。そんな志位和夫が差別だ平等だ言っても説得力皆無であります。今後はあの何言ってもね、どんなかっこいいこと言ってもですね、代表選も選挙区選もやらない不平等のドンが何言ってやがる、このフレーズで一周できますね。事実だし、毎回毎回あの耳にタゴできるぐらいこれ言ってやればいいんじゃねえのかなって思います。立憲と民民終了のお知らせ。連合のメーデー中央大会に、松野官房長官が異例の出席。政府としても企業が賃上げをしようと思える雰囲気を醸成してまいりますと挨拶いたしました。なんだ、自民党があの味方になってくれたら立憲も民民もいらねえじゃん、いらねえじゃんと労組連合は考えるはず。ネットの反応です。どんどん立民は存在意義失ってんだ。立憲と民民はとっとと回答を知る。権力側が労働者集会に参加し賃上げしたいというのは理想的でしょう。ストや労働闘争は昭和の遺物、賃上げ運動イコール反政府っていう前提がおかしい。まさにその通り。 TBS がですね、野党側は警戒感を強めていますなんて報道しちゃって、さぞかし悔しかったんだろうね。自民党の松野官房長官が連合の、まああのメーデーって言ったら一番労働者労働組合からしたら大事な晴れ舞台じゃないですかに出演しちゃって、民放論連は立憲支持を公言してるし、まあ、悔しかったんだろうな、TBS な。労組が見放すとなれば、立憲も民も終わりですね。原発再稼働って言うんだったら、自民か維新を応援すりゃいいしね。電力労連、電気労連、自動車労連、電気代高ると困るところ。会社が儲かんなくて、従って給料も上がんねえところは、自民か維新を応援すりゃいいしね。怠惰で無能な労働貴族どももですね、半原発や五軒を一生懸命やってても賃金上がらんってことにやっ
っと気がついたのかな。あるいはですね、民主党もそうだったけど、立憲応援しても無能ぞろいで何も変わらんしっていう点に気がついたのかな。まあ、賃上げ闘争イコール反政府活動って前提がおかしいよね。それ共産主義革命だろうと。労働組合は反体制って、それじゃあ共産党と一緒じゃんね。立憲と共産が選挙協力してですね、頭おかしい安住淳がですね、共産党のリアルパワーとか言っちゃって、こげにされて、やっと気がついたのかな、連合はな。何十年かかってんだって話ね。それに賃金上げろなんて叫ぶより、もっと条件移動に転職すりゃいいじゃん。こんだけ労働自由化されてんだからさ。優秀な人だったらヘッドハンティングなんかもありですよね。労働組合加入せずに毎月の組合費数千円節約すりゃね、入んないだけでそんだけ賃上げ効果と一緒でしょうよ。可処分所得が数千円増えるっつね。数千円ベースアップさせるために、毎年毎年ギャーギャー言ってんだったら、入んねえで何にもしねえで自動で数千円上がった方がいいっすよね。まあ労働組合の存在価値っていうことなんですけどね。次期韓国大統領社交団帰国、連合ニュースにですね、徴用問題は韓国だけでは解決できないとしっかり伝えた。なんつーですね、自らの無能をさらけ出し、なぜかドヤ顔を決めていました。何言ってんだバカって。無能が、俺は無能で言ってるようなもんですよね。我々だけでは解決できない、どや、バカなんだな、頭おかしいな、本当にな。ネットなんです、解決しなくていいです。いつもの通り無駄な落ち、相変わらず平行線ってことで、宿題やってこいよバカ。じゃあ無視継続で、やっぱり霊的に生まれ変わらないと無理だわ。そんなことより日本国内の兵役忌避者を回収してくれ。あんな奴らと会わんでええのにアホちゃうか。なら現金化すれば、これで最低5年は膠着維持もしくは現金化で、国交断絶が確定。試験ですけど、まあよかったら出雲通りわけわかんねえこと言ってすね。これで最低5年はね無視できますね。次の大統領も無理だからダメだから、下手に改心してですね、仏像と竹島返してですね、慰安婦も募集校も俺らの真っ赤な捏造でしたって認めてですね、戦争難民ってことになってる連中を引き取って、今後一切反日活動をやめるなんてことは、まあ、全然無理ですしね。そうなったら話聞いてもやらんでもない。言うことを聞いて何かやってやるかどうかは別ですけどね。建国理念に日本は悪いっていうのが入ってんだもん、そのうち一つでも無理ですよ。もしやったらですね、日本にすり寄ったっつって支持率だだ下がりで政権倒れてね、小学生全員ですね、日本人は殺していって義務教育してる国ですから、自業自得ですよね。次期大統領だって、年からすっと戦後生まれだから、そうやって教わってきたんだろうね。すがすがしく反日を貫きやがれって感じですね。断行してんだからこっちはね。韓国社交団、岸田総理の大統領就任式出席を要望したが却下、出されます。その代わり林外務大臣が行くんだって。林外務大臣が行くのも余計だわ、いうことでネットでは不満たらたら出ました。総理は行かんで当たり前、誰も行かんでええわ、大使だけ出ればいいだろ、林も行かんでよろしい、行って帰ってこなくてよろしい。いや、岸田が面会したせいで完全に勘違いさせてしまった。接待大好き林くんは喜んで行く、売国案件だから林は大喜び、メリットないんだから行かせんな、鳩山幸男が勝手に行くからそれでいいだろ。勝手に行って勝手にどっかでまた土下座していくんですかね。国益にかなわない国賊、国の有害物質とでも言いましょうか。試験ですけど、まあメリット皆無どころか会うだけで有害なんですよ。林とね、次期大統領が韓国で会談しちゃってね、言ってもないやってもないことを言ったのやったのってあれこれ言いふらされるからね。過去実際にこういうこともありましたよ。なんか首脳会談だか外相会談だか忘れましたけども、前向きな雰囲気だったとかですね、言っちゃって報道陣に言っちゃって、嘘で外交の仕事した感
出してましたよ過去に、一切会わない一切話し合わないっていうのが正解であります。どうせ嘘つきなんだから約束しちゃって守んねえんだから、韓国政府がね嘘ついた時だけ厳しく糾弾して張り倒してあとは放置がいいと思います。かつての経団連の会長の榊原東レや衆議の河村みたく韓国の金と女でやに下がってんのが政界にも財界にも多すぎですよ。韓国は竹島の住んでる敵国だもんだ。国交があるのがそもそもおかしいよ。日韓疎遠からの断交っちゅうのがあるべき姿ですよ。場合によっては竹島攻め入って宣戦布告、そうなるようにあるべき正しい姿になるように、子孫のためにおっさんたちが頑張りますということで、5月4日の NHK スクランブルでもよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。